はい。今日の一問一答ですね。福祉サービス分野。福祉用具という単元になります。介護保険の福祉用具について、次の記述は正しいか誤りか答えよ問題。福祉用具対応の利用については、要介護状態区分に応じた制限がある。福祉用具対応の利用については、要介護状態区分に応じた制限がある。というふうにありますが、これはその通りで、丸になります。 副職具対応項目っていうのは全部で13ありますが、この要介護状態区分、要支援1、2、要介護1、2、3、4、5とあるわけですけど、このどれ、え、もの人がですね、すべてを使えるというわけではないということですね。この区分の人は使えるのはこれだけみたいな制限というのがあるということになります。で、まず軽い人が使えるものからいきますが、まあ、要支援1、2、それから要介護1ですね。要支援1、2と要介護1。この人たちが使えるものっていうのは4つだけになります。 手すり、スロープ、歩行器、歩行、補助杖この4つだけですね。手すり、スロープ、歩行器、歩行、補助杖この4つだけになります。で、真ん中を言ってもいいんですけど、それだとちょっと大変なので、要介護4と5の人だけが使えるものっていうのを言いますね。要介護4と5の人だけが使えるものっていうのが、自動排泄処理装置になります。自動排泄処理装置ですね。で、 いうことは真ん中の要介護2と3の人が使えるものっていうのは自動排泄処理装置以外の全部ということになります。これちょっと多分一回聞いただけじゃ頭の中がごちゃっとすると思うんですね。ですからゆっくりもう一回繰り返しますと、まず軽い人が使えるもの、要支援1、2と要介護1の人が使えるもの、これは4つしかないんだと。それが手すりとスロープと歩行器と歩行補助杖であると。 手すり、スロープ、歩行機、歩行補助、歩行補助つえですね。そして、要介護、2、3の人が使えるものっていうのは、自動排泄処理装置以外のものになります。副処具対応の項目は全部で13ありますけど、自動排泄処理装置以外の12個ですね。一応繰り返しますと、車椅子、車椅子付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体変換器、 認知症老人徘徊感知機器、リフト。それと、要支援1、2と要介護1の人が使える4つですね。鉄利、スロープ、歩行器歩行補助杖になります。12項目。そして、要介護4と5の人が使えるっていうのがもう全部です。副省具対応項目13個全部になりますので。まあそういうふうに状態区分に応じた制限があるということはですね、一つ押さえておくといいかなというふうに思います。で、それともう一点ですね。 福祉用具対応っていうのは、まあ基本的に対応額っていうのはこう決まっているわけなんですけれども、これ複数の福祉用具というものを、まあ同時に利用する利用者さんっていうのもいたりするわけですね。そういうふうに複数利用がある場合っていうのは、この福祉用具対応費っていうものを事業所は減額することができるんですね。まあ普通に決めてる金額があるわけですけど、一緒に使う場合は、 まあ言葉が適切かわかりませんけど、ちょっと割引みたいな感じでですね、まあ安くすることができると、減額できると、という仕組みがありますので、まあただし事業所はその場合は、福祉用具、対応のですね、指定権限を持っている都道府県に対してですね、まあ事前に届け出ておく必要はあるんですけどね、まあその指定権者であるところの都道府県に事前に届け出をしている場合というのは、複数利用の場合は対応費というのを減額することもできるんだというですね、この点も、 過去出題実績ありますので、合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで今日の問題ですが、福祉用具対応の利用については、要介護状態区分に応じた制限があるというふうにありますが、これはその通りで丸ということになります。今日の一問一答の解説は以上です。